護衛艦伊豆、モノ F-35B 認証試験が始まっています。本来なら、アメリカ本土まで伊豆も、が行かないといけないのですが、かなりのエコひいきですかね。今回は、護衛艦伊豆も、に嫉妬している中国メディアの情報を詳しく見ていきますね。エコひいきですかね。カブールは、アメリカ本土で、1ヶ月の認証試験があり合格しています。それを考えると、そうですよね。日本の防衛省は、2021年10月3日に、四国の沖合の海上において、これまでに、第1回目の航空母艦化の改修工事を終えていた、海上自衛隊の護衛艦、いずもが、今後艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の離着艦検証を実施したことを公表した。護衛艦、いずもは、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング2を通用するため、その強力な排気熱から、飛行甲板を守る耐熱加工を施されており、第一段階として、乗り着艦検証で、これに問題がないことが示された。ただし、日本では F-35 ライトニング 2B 型の合計42機の調達を計画しているものの、納入自体はまだ先となるため、今回護衛艦、いずもに、テコの離着陸の検証を実施したのは、山口県の岩国基地に所属するアメリカ海兵隊の同期だった。岩国基地に駐機しているアメリカ海兵隊の F-35 ライトニングに、B 型は、有事の際には、長崎県の佐世保基地を母港としているアメリカ海軍の強襲揚陸艦、アメリカの艦載機となる機体であり、この協力を仰いだ状態だ。日本の自衛隊所属の機体ではないとはいえ、固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型が日本の艦艇に離着艦を行ったのは、無論戦後初の出来事であり、海外の複数のメディアでも今回の検証の成功は大きく報じられた。日本の唯一の同盟国たるアメリカのメディア、ザ・ドライブは、これを海上自衛隊の能力を刷新するものだと述べ、また、ファイトグローバルも、日本が太平洋戦争以来の航空母艦保有国に復帰したと表記している。ただし、ザ・ドライブは、手放しで、今回の件を称賛しているというよりは、あくまで F-35 ライトニング 2B 型という、機体が、護衛艦、いずも、に離着艦を果たした状態だと、冷静な指摘を行っている点にも留意する必要があるだろう。事実、護衛艦、いずもには、今後、さらに大掛かりな艦首部分を、現在の台形状から四角形状へ拡幅する改修工事等が残されており、艦内の区画等についても、今後の他国の F-35 ライトニング 2B 型の運用を踏まえた上での実施が必須とされる。現在へ、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇としては、アメリカ海軍のアメリカ級、及びワスプ級強襲揚陸艦、イギリス海軍のクイーンエリザベス級航空母艦、イタリア海軍の航空母艦、カブール等がある。これらアメリカ海軍以外のすべての艦艇においても、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニングには、安定運用に必要な検証に、協力を実施しており、護衛艦、いずもには、2024年予定の次回の大規模改修時に、これらからの情報が活かされるのだろう。再数的に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためには、アメリカ本国の東海岸にあるバージニア州ノーフォークの海軍基地に、直接、対象の艦艇が赴き、そこで、約1ヶ月に及ぶ評価を受け、それをクリアする必要がある。バージニア州ノーフォークの海軍基地には、F-35 ライトニング、
2B 型の運用評価を行う専用の飛行体が設置されており、技術者、操縦者どもに評価用の専門の機体を駆使してその認証を行う作業を実施している。このため、先に挙げたイギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスや、イタリア海軍の航空母艦、カブーレも、すでに、この認証を終えており、晴れて、公に F-35 ライトニング 2B 型を搭載した未運用が可能な艦艇となっている。ただ、昨今、少し、こうした状況に変化があったかもしれないと思わせる事例もあり、これは、クイーン・エリザベス級航空母艦の2番艦、プリンス・オブ・ウェールズが、この検証を経ていないにもかかわらず、F-35 ライトニング 2B 型の運用を始めている点だ。もともとは、プリンス・オブ・ウェールズも、2021年初めに、ノーフォークの海軍基地での評価、検証が行われる予定が組まれていたのだが、大規模な機関部への浸水トラブルが生じ、2021年の後半へとそれが延期されていると伝えられてきた。この状態にもかかわらず、イギリス海軍は浸水トラブルから修復したプリンス・オブ・ウェールズで実際に同国空軍所属の F-35 ライトニング 2B 型の運用を行っており、これが運用可能な状態に至ったとアナウンスしている。ただし、これはあくまでプリンス・オブ・ウェールズで F-35 ら、ライトニング 2B 型の運用ができていると示しただけで、いわゆる航空母艦としての初期作戦能力の獲得を意味しないとの解釈もあるようだが、半然とはしていない。この状態を都合よく解釈するのならば、全くの同型艦であるクイーン・エリザベスが認証を得ていることで、何らかの簡略化した手続きで、プリンス・オブ・ウェールズも同様とみなす暫定的な措置があるのかもしれない。これが実際に適用されるとすれば、海上自衛隊の出雲と加賀もどちらか一方が先に認証を得てしまえば良いことにつながるため、日本側としては若干スケジュールを早めた両艦の戦力化が実現できる可能性も出てくる。ただ、これはあくまでも、プリンス・オブ・ウェールズの動向から見た希望的観測に過ぎず、ノーフォークの海軍基地での評価、検証作業にかかる費用も、当然、一連の関連費用に含まれているため、個人的には望み薄な気もしている。さて、こうした状況下にある出雲、片護衛艦だが、仮想敵国たる中国側が、これらをどのように見ているのかというと、同国のメディアでも複数取り上げられており、また、インターネット上の SNS 等での言及もしばしば見受けられる。中国自身は旧ソ連で設計され、その崩壊後にウクライナが保有していたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦、ワディャーグを1998年に入手し、練習用の航空母艦として2012年に遼寧として就役させている。この遼寧をベースに、中国が国産化で初建造をした航空母艦が2019年12月に就役した3トンであり、両艦ともに満載排水量で7万トン前後、全長が300メートル前後、スキージャンプ式の通常動力型の艦艇である。遼寧、3トン、共に搭載可能な航空機数は40機弱とみられ、主力の戦闘機は、ロシア製の SU-33 を土台とした国産の J-15 であり、これは、いわゆる第4世代戦闘機分類される機体だが、スキージャンプ式ゆえに、兵装や燃料の搭載量も少ない。そのため、
護衛艦、出雲、や、加賀、が艦載機とする第5世代来たる F-35 ライトニング 2B 型に対抗することは困難だと、中国側でも見ており、自国側としては、国産の第5世代機、J-20 を投入する必要があると、認識しているようだ。ただし、中国海軍では、山道に続く国産の新型003型航空母艦を、複数隻すでに建造中であり、これらが指摘されている通り、カタパルトを備え、これに対応する艦載機を搭載すれば、数の上で、日本を圧倒できるとの見方も多い。中国側では、航空母艦を中核とした空母打撃群同士の戦闘をイメージしているようだが、そもそも、海上自衛隊の出雲や加賀は、F-35 ライトニング 2B 型を、一隻に10機程度しか艦載できないというのが明白である。そのため、南西諸島防衛用に、沖縄本島の滑走路が使用不可能となった場合に備えての、あくまで臨時的な航空戦力の当社のために用いられると、個人的には思えるのだが、このギャップが、今後どう推移するのかにも注目していきたい。